皆様こんにちは。札幌グルメひんなひんなの宗です。本日ですね、ご紹介いたしますのはすすきのにございます中華料理のユンロンというお店でございます。こちらなんですが、まあね、すすきのをね、歩いてる時に、ほんとたまたま見つけまして、なんとね、中華料理ランチからいただけるんですよ。やっぱりね、こういう場所ってなかなかランチから営業してるお店ないですし、特にまあ、中華っていうのもまた、あんまりないじゃないですか。だから大手に行くことが多いんですけども、やっぱ嬉しい。すすきので、ランチから食べれる。もちろんね、昼飲みもできるんですけども、大変こだわった中華料理屋さんだったので、今回ご紹介したいと思います。では、どうぞ。
ユンロンさんいかがでしたでしょうか。ランチで行くとね、セットでまあ1000円前後ですよね。麻婆豆腐だとか酢豚だとか油淋鶏だとか、まあ王道のセットで1000円以下で食べれます。で、昼飲みもできまして、今回ね、お酒は飲んでないんですけども、何品か食べさせていただいたんですが、麻婆豆腐食べてください。僕ね、初めて知りました。この豆腐、高野豆腐で作ってるんかな、何かなと思うぐらいね、なんかね、絹豆腐をね、水分取って抜きまくると、こう層みたいな感じになると、あれ初めて、すごいね、不思議な食感で、山椒の香りが効いてめちゃめちゃ美味しかったです。で、餃子ですね。餃子も、皮から作ってるので、やっぱもちもちした歯ごたえが最高でございました。で、なんといっても酢山椒が、いや、美味しかった。あれね、作れると思う。なんかね、作ってるのは特にね、秘伝とかってわけじゃなく、本当に酢にただ山椒の実をつけただけみたいなんですけど、あのね、角、酢ってツンとくる角あるじゃないですか。あれの角が綺麗になくなるんですよ。それで山椒の香りが入っていく。これはうまいと思って、この家でもできそうな、まあ、やらないでしょうけど、できそうなのがね、すごいなと思いました。なので、ちょっとね、本当ね、こだわりのある中華料理屋さんで、すすきのでね、ランチ食べれるところって本当に悩む、行った方も悩むと思います。もちろん夜も食べれるんですけども、リーズナブルにね、楽しめるお店でございます。またね、お二人、ご夫婦かな、わかんないです。ごめんなさい。お二人、男女お二人でされてるんですけども、ものすごくね、低姿勢というか、もう本当に腰の低い接客で、ものすごくね、癒される時間でございました。本当ね、いろいろお話ししながら食べるのも面白いかなと思うので、ぜひぜひ、ユンロンさん、すすきのね、行った際はこの中華料理屋さん行ってみてください。キングムーのね、向かい側なので、ちょっと外れになりますけども、行く価値あるお店でございます。では今日はここまで。バイバーイ。